早速お呼びしたいと思います。独自のセンスでファッションアイコンとしても人気のゆうさんです。昨年も実はフラペチーノのイベントにゲストで出演されたと。はい。お気持ちの方はどうですか？興奮しています。そうですか。興奮が伝わってきます。よかった。今日はたくさん面白い話をしていきたいなと思っております。お願いします。もう一方はですね、スターバックスコーヒージャパンの堀江ひろみさんです。どうぞ。さあ、それではこちらのフラペチーノを飲みながらちょっと話を伺っていくんですけれども、どうぞゆうさん、ちょっと味見していただいてもよろしいですか？そうですね、はい、いかがでしょう？超メロンです。メロンです、はい、超メロン、すごいメロンです。びっくりしました。メロンは普段は好きなんですか？大好きです。本当ですか？はい、さすがですね。堀江さんはいかがですか、飲んでみて。まあ多分飲み慣れてるかとは思いますけれども。はい、そう、メロンがジューシーで、はい、よく立ってるなと、クリーム立ってる。すごいよね、メロン。すごい、口に入ってきましたね。はい、普段あんまりこう、甘いもの口にしないんですけれども、メロンが大好物で。あ、はい、じゃあ私と一緒ですね。そうなんですよ、はい、飲み応えありますね。はい、そしてなんともこのクリームがもう盛りだくさんでボリューミーで、ねえ、もう女子供がクリームが大好きですから。ですよね、はい、これもまさになんかフラペチーノの特徴というか、こう飲み応えがあるというか食べ応えがあるというか、そんな感じがしますよね。ね、ちょっと小腹が減った時にこれでね、おとたりますね。そうですね、これ一つ丸々いったらかなりお腹いっぱいになりますよね。はい、今回こちらの新しいフラペチーノについて詳しく伺っていきたいんですけれども、このフラペチーノを開発した理由と経緯を堀江さん、はい、教えていただけますか？はい、この時期になるとスターバックスどんなフラペチーノを出すのかって、まあ、すごくお客様が期待をさせていただいて、で作る側としてはどんな驚きを今回持ってこようって毎回すごく悩むんですけれども、まあ、ありきたりのものではなく、日本ではまだ非常に珍しいカンタロープのメロンを、もうそのジューシーさと味と、それからその色の元気な色っていうんですかね、それをどうしてもフラペチーノにしたので、今回開発したんです。カンタロープメロンって普段あまり聞き慣れないワードですよね。多分このフロアにいる方もカンタロープって最初聞いて、なんだろうっていうふうに思ったと思うんですけど、ゆうさん聞いたことありました？何ですか？カンタロープメロン。カンタロープ、はい。ああ、あれね。それです。そうだと思ったね。聞いたことありました？ないですね。ないですよね、はい、なんかちょっと変わったネーミングというか、はい、不思議なネーミングなんですけれども、そのネーミングの由来は、はい、もともと、まあ、メロンアンドクリームフラペチーノって言えばもっと分かりやすいと思ったんですけど、まあ、スターバックスもともと例えばサイズでもこれトールサイズっていうように、まあなんですか、少しミステリアスでお客様がだんだん発見していくみたいな、まあ、常にサプライズと、まあ、リライトがあるというブランドなので、逆にこうすぐ分かっちゃう名前ではなくて、カンタロープそのものを名前にしたいなと思って、なんだろうって、いただいて飲んだら、あ、こういう味なんだっていう気持ちを込めて、そのまま、はい、メロンフラペチーノ大っていうちょっと何ですか、はい、で今回のこのフラペチーノなんですけれども、こう片手に持ってこんなとこ行ってみたいななんていうおすすめの場所とか、これを持ってあんなとこでこんなことやったら面白いよなんていうのありますか、ゆうさん？ですね、これを持って夏に向けて、夏に向けてどうしましょうね、これは。これは難しい大喜利ですね。これを持ってど
こにいたら最高ですかね。あ、でももうむしろあれですね、露天風呂とかです。あ、露天風呂、逆に、はいはいはい、あったかい熱いお湯に。ちょっと今一つですね、申し訳ないです、ちょっと時間をいただいてもよろしいでしょうか。じゃあ、あの堀江さんに聞いてみます。いかがですか、どんなこう、なんていうんですかね、場所でこんなフラペチーノ飲んだら楽しいよなんていうところであります。あの、まあ、海とか まあ、ありがちだと思うんですけど、はい、いやもうでもそれはよくわかります。で、ね、いや海とかもそうですけど、都会でなんか一時的にね、スケープするみたいな、そういう、こう海にいた気分になるみたいな、感じもいいかなと出してますね。皆さん、この量だったらスケープですよね。ストロー2つ刺して、あ、なんか2人で飲むとかいいですね。いいですか、なんか。あ、ごめんなさい、ちょっと私は想像が過ぎるので今ちょっとなんか浮かんでましたね。ごめんなさい、ごめんなさい、浮かんでましたね、僕も見えました。はい、でもね、富士山頂とかもいいですよね。まあいいですね、ちょっと疲れた時に甘山頂ないのかな、持っていかない、今年あたり出してくれるかな、スタバ富士山頂店、はい、そこでフラペチーノいただきたいですね。ぜひ、はい、考えてください。担当者に伝えます。お願いします。